はいどうもカンチャネルです、えー。チンプサーさんの最新情報ですね、えー。お伝えしたいと思います。えー、本当はリンさんとピリルさんとマケナイさんですね。えー、この3名のものになるんですけども、えー、今回はのフリンさんですね。えー、フリンさんが、えー、今この現時点は歴史のキロに立ってますと、えー、これからがすごい重要ですよと。えー 重要な決定点に直面しますと、えー、そういうようなことを言っておられましたので、えー、お伝えしたいと思います。まずは林さんからですね、いきます、えー。私たち国民は今日、母親に敬意を表します。私たちの母親は子供の頃、嘘をついたり、騙したり、盗んだりしてはいけないといつも私たちに強調していました。 私たちは母親たちが教えてくれた教訓を学んだのでしょうかそれは神の教訓です。そして神の戒めに定められています。えー、ハッピーマザーデイと、えー、私たち国民はあな,たをあなたに敬意を表しますとういうことを言っておられました。トラスクも今日、あのー、ハッピーマザーデイということでね、えー、言ってる中で最後に心配すんなとね、そんなことも言っておられましたんでね、えー、心配せずに待ちたいと思います。 おかんありがとうとそういううそい気持ちですですフリーさんですねフリンさんの言葉をご紹介されてまして私たちの国は敵史の岐路に立っており私たちの国アメリカの人生において非常に重大な決定点に直面しています。 もし我々国民が立ち上がり、すべての選出された役人に、この最後の選挙ですね、去年のあの悪い時の件、えー、の真実を明らかにするよう要求しなければ、我々は二度とどの選出された役職に対しても自由で公正な選挙を行うことができないかもしれません。 これは政党の問題ではなく、アメリカの問題です。自由で公正なあの投票する件ですね。民主主義の本質を表しており、何千人ものアメリカ人が、私たち全員が自由であり、平等に投票できる、一、えー、人一票ですね。一人一票、えー。B ではね、えー、もう一人もう百万票ぐらい投票してしまいますからね。 一人一票できるように、えー、戦い、えー、アメリカで合法的に生活している私たち全員が神の目から見ても平等に作られていますと、えー、そういうことを言っておられますね。なんかその歴史の分岐点ですよね、今本当に。 あの今、アメリカってどうとかなってますけども、これ、全世界で、えーまあ、同じようなこともそうですし、えー、DS 側っていうのがこう掃除されてきてる、えー、内容だと思いますので、ほんまにまあそういうタイミングなのかなと、そういうふうに思います,です、これは、えー、ピエールさんも、えー、同じようなことで話しされてましたで続きがありまして、民主主義に対するこの猛攻撃に立ち向かう恐れを知らないこと。 我々国民は依然として国の運命をコントロールしており、アメリカ合衆国は立憲共和国であり続けています。神の主服とアメリカの保護をと、えー、そういうこと言ってますね。えー、ここで共和国ってもう言うてもうてますよね、藤さんね。いやー、これもまたすごいこと言ってんなーってちょっと思いますね。 不倫はもう正直に言ってますよと、そういうこともね、リンさんも言っておられますし、共和国っていうことをね、不倫さんはあの言ってます。で、写真をね、えー、紹介されてます、その皆さんと支持者と写真撮ってるのを投稿されていました。 で今日、サウスカロライナ州のマウントプレザントで行われた、えー、集会には大勢の人が集まり、とても楽しい時間を過ごすことができました。えー、バイクリンデルさん、バイカーズフォートラさん、えー、クリス・コックスさん、本当にありがとうございました。5月15日、SCGOP はマキシック率いる利己的なリノエスタプリッシュメントにあと2年支配されるのか、それとも私が率いる ン共和党のメンバーに支配されるのかを決定します選択肢は明白です。あめ明確です。エスタブリッシュメントの正当化、人民の正当化。私がお願いしたいのは選挙が誠実な選挙であることです。人々に決めてもらいましょう。 全ての権力は人々に属していますということですね。だから、ちゃんと選挙をきっちりしようと、もう皆,さん皆さんがこう選んだ人にしてほしいと、それが自分かどうかはちゃいますよねと、それを皆さんが選んでくださいねと、そういうことを言ってますよね。 ジョージア州知事、ケンプですね。ケンプは腐敗しており、もう悪い人ですと。もう罪を犯して持てますと。そういうことを言っていますで。ジョーンズはリノ共和党員で、2020年11月のジョージア州選挙の悪い行為を調査するために、ケンプのために戦いませんでした。バーノンは口では言っても歩いてはいません。ジョージア州のリーダーとして正しい選択はカンディス・テイラーです。 彼女は神を敬う女性です。We ーザー・ピープルのために努力をする人です。カンディスは3年生の教師であり、州や連邦政府の関与を最小限に抑えて、子供たちに質の高い教育を与えるためには何をすべきかを知っています。カンディスはまさに政府に必要とされる誠実な市民政治家のタイプです。彼女は選挙の完全性のために戦います。と。 カンディスさんを支援してくださいと、えー、そういうことを言ってますね。だからカンディスさんはやっぱすごい、まあいい方やなって、えー、そういうふうに、えー、個人的には思います。ちょどんな方かでは全然わかんないんですけども、えー、リンさんの話聞くとね、カンディスさんいい方やなと思いますね。で、いろいろこう写真を,を投稿されてました。まあ支持者とこう一緒に写真撮ったりとか、なんかそういう感じの動画ですね。あ、写真ですね。 SCGOP 共和党大会に参加する多くの大議員がマキシック率いる SCGOP 組織からの大会に関する必要な情報を受け取っていないという情報を得ましたこれはマキシックとビーネによる大会での悪い行為を目的とした戦略の一環でありルール違反ではないかと思いますこれは重大な問題でありタイムリーに対処しなければなりません それほど深刻ではありませんがマイケル・デイビー・クロケットラピエールさんが7月5月7日の候補者討論会について妄想としか言いようのないバージョンをソーシャルメディアに投稿したと聞きました。 え、出席者に聞いてみてください。えー、ドリューには聞く必要はありません。彼は来ませんでしたと <laughs>。えキへ。シック、経えの会と。えー、そんな感じですね。えー、ドリューとマイケルの幸運を祈りますと。えー、だから、結構やっぱ悪いことをしてるんでしょうね。もうビーデンの戦略や言うても出てますけどね。リンさんね <laughs>。あのー、 マキシックはけえへ、ー、んは情報をね、その候補者に与えとかであかんのにそれも言えへんとかね、もうやってること結構めちゃくちゃですよね。 でドリューの,その、えー、椅子をこう写真に載ってまして、まあ、そのドリューって貼ってやるんですけど、えー、そこにはもうドリューがおらへんっていうねなんかそういう投稿、えー、されてますねだから目の前にもしドリューさんがいらっしゃるんやったら、えー、最上級の「なんでやねん」をね、えー、突っ込みたいと思います。 記事を紹介されていまして、リンデルさんですね。リンデルさんが、トラさんのためにとも戦っていると、その SCGOP のこともね、いろいろ言ってくれてますねっていう、そういう内容をね、紹介されていました。リンさんこれで以上になります。次、ピールさんですね。ピールさんいきます。 えー、ピールさんがダラスでのそのイベントですね。えー、もう、フリンさん、えー、ピーベルさん、リンさん、えー、サリバンさん、えー、この方が集まって、えー、いろんなことやりますよと、会う機会、これを見逃さんといてなと、えー、そういうことを言っておられました。で、ケンタッキーのダービーの馬ですね。その、薬でこう、えー、処分停止のその記事を紹介されてるんですけども、まあ、これ、トさんも、あの、デスクで言ってましたもんね。 えー、その、ダービーになった、競馬なんですかね。この、なんか、馬が、えー、悪いことをしてましたよ、と。もう、これも、今のビーデンスウと同じやんけ、と。えー、そういうことをね、トロさんは、あの、言っておられましたんでね。まあ、その記事をちょっと紹介されていました。で、世界中の多いお母さんたちに、母の日おめでとうございます。お母さんには、あ自然、えー、養子、指導者、きえー、聞き役など、様々な手類があります。 もしあなたが心を開いて自分よりも若い人の世話をしたなら食べさせたり育てたり導いたり鼓舞したり励ましたり必要な時にそばにいて話を聞いてあげたりしながら母親であることに感謝をします神は人間の手を使いいい母を神の愛のおはとなりますとそういうことを言っておられますね全然関係ないんですけど自分もあの おかんに、えー、ヘアパックですね。<laughs> あの日に、えー、送って、で当日にちょっとテレビ電話して、うん何してんの？っておかんとあの話もしたんですけども。 やっぱこう、こっぱずかしいですからね、まあ、息子からおかんに対して、なんかその、こっぱずかしい部分は、まあ、正直あるんですけども、まあ、おかんいつもありがとうな、言うて、えー、いつも元気でおってな、っていうことは、えー、電話で話しました。今ね、ちょっとね、会いに行こう思ったらね、あのー、まあ、新潟コロコロでね、えー、来んなと、<laughs> そんなことをね、おかん言うてくるんでね、でちょっと寂しいんですけど、まあ、しゃあないですかね、今このタイミングはね、えー、そんな感じです。 全然関係なかったですねすねません、えー、記事を紹介されてましてアリゾナのマリコパの州県の件記事を紹介されていましたでサウスカロライナ州の件でも話してまして、えー、サウスカロライナ州の皆さん、えー、あなたに州の政治的腐敗を根絶するために協力してください 共和党を率いるリンさんですね。リンさんに投票してください。私たちは権力を人々に戻さなければいけません。腐敗した政治家たちに彼らが我々のために働いていることを示しましょう。ウィン・ウィズ・リンと権力を取り戻そうということを言っておられました。いくつか記事をちょっと紹介されてるんですけども、やっぱそのアリゾナのその集計の件で、 やっぱり、ま、その、向こう側っていうんですか ?D ミニオンとかもう DS 側が、え、こっちが欲しいものはくださいと言ってんのに、え、くれへんと。ま、そういうような内容とか、そういうことをご紹介されてますね。ダリザの州務長官ですかね。州務長官とのなんかメールのえー内容をこう紹介されたりとか、そういうことをやってます。え、ピルさんこれで以上になります。え、次、マクさんですね。え、マクさんいきます。 で、マケさんがそのアリゾナのあの監査ですね、その件で、えー、話しされてまして、えー、関西役なのルータの件ですね、やっぱこれは皆さん言っておられますね。まあこれがどうなんのかとか、えー、そういうことを言ってますね。クリス・ボレスですね、あのー、選挙違反隠ししてもうとるやんけと、えー、隠蔽しとるやんけっていうことを言ってまして、 アリゾナを最初にビーデンにコールしたのはフォックスニュースですと。えまたフォックスニュースはピザゲートを隠蔽しました。フォックスニュースは、えー、ドナーを雇い、えー、ポール・ライアンを役人にしています。残念なことにこの運動には弱い保守,保守派がいて彼らはフォックスを見てます。その結果彼らの視聴率は今年9%も上昇しましたと。 えー、そういうこと言ってますね。えー、FOX ニュースを消して CNN と同じように扱ってください。今や私たちがニュースなのですと。と、えー、そういうことですね。だから FOX ニュースのことを、えー、負けさん結構言われますよね。でも個人的にはなんですけど、FOX ニュースって結構今、ね、負けさん、まま、負けなし、負け負け負けなにさんとか、えー、ポンペさんとか、 え、出てますし、その、ビーデンが、その、マスクしとるやんけどがね、なんかそんなことも言ってるとこなんで、そんな悪い風には、えー、思ってはないんですけども、マケさんはフォックスニュース消せと、えー、そんなこと言ってますね。はい、本日はこれで以上になります。えー、また、新しい情報ありましたら、お伝えしたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。いつかありがとうございます。